番外トークでございます。調子悪い、調子悪いですね。すみません。はい、はい、じゃあ行きたいと思います。はい、来週のメッセージテーマは実はこれ苦手やねんです。5月24日はキノコの製造会社が制定した菌活の日なんだそうです。まあサンドさんは椎茸がちょっと苦手ということが番組ではよく知られていますが、皆さんも苦手な食べ物とか人の行動など共感してほしいことを送ってきてください。はい、いろいろあると思いますけども、実はこれ苦手やねん。黒川さんいかがですか。苦手な人の言葉なんですけど、こうなんかおすすめの映画とか本とかを紹介した時に、忙しいから大丈夫っていう人が苦手です。あ、私も暇なわけじゃなくて本当にいいと思ってるので、大人の言い方ってあるんだよね。そんな言う人いるんや、ね、ちょっとだけ、はい、でも私がちょっと思うのは、はい、黒川さんのプレゼンがうまくなかったんじゃないかなと。私の問題ですか。ちょっと面白く伝えたくなっちゃうかな。頑張ってください。はあ、見事なね、柿色で。違う、違う、違う、おしゃれです。ありがとうございます。はい、大江さん、いかがですか。苦手、うん、まあ、あえて言うならば異性の人と二人きりになること。ネタないやん、喋る。え、で黙っててもええんか、うん、盛り上げてもええんか、うん、そう悩んでるうちに刻々と時間が経ってくる。だから三人やったらいいねんけど、だからこうとか、うん、こうとかはきついですよね。いや、どっか行けよ。こうとか、こうとかね、きつい。なんかそういうシーンを望んでんねんけど、なんかそうな時どうしようみたいなね。あ、これ実はですね、こんな繊細な一面があるとは。そうもないねんけどね。いや長は繊細。はい。長は繊細。あ、そうなんですね。長は繊細。長はね。長は繊細。いや、もう、押し切るな、繊細ちゃうな。パワープレイやな。実は意外でした。意外ですね。二人でどっか行くんだ。あ、なやこ。なやこ。もう初めて見るハラスメントだな。気分からんもん。あ、僕はね、居酒屋とかで喋りかけてくれるおっちゃんがね、まあまあ、その喋りかけてくれるのはいいんですけども、おっちゃん酔っ払って、カッコつけて、金が全てじゃないよとか言うね。いやいや、カッコつけになってる。金が全てじゃないよって言うてるおっさんほど歯少ないんです。これ大体元気になってます。歯高いもん。はい、高いよ。金が全てじゃないねって、なんかおっちゃんのスマホにね、娘からLINE 来てね、一言死ねって書いてました。あれ、それでね、よう居酒屋行って、まあまあ、僕らもでかいからバレた時にね、飲み屋言われた時も辛いよね、これ。飲みそうです。飲んでもええけど、まだ飲んだら奢ったってでも言われるしね。そうその時の二人も嫌やね。とにかく二人で。二人嫌やな。いや、今日は4人で話してください。4人行きましょう。よろしくお願いします。さあ、皆さんも、実はこれ、苦手やねん、送ってください。いや、二人で行こう。あ、おやん。